説明、ザッツ夫婦のガチンコバトルである。旅をするのは日本の友人と、できるだけ島に宿泊する、一泊二日の旅行である。予算は2万円、プラス前回の再生回数、プラス島ポイント。再生回数は公開から2日後の同時刻にて集計を行い、勝敗及び次回の予算を決定する。報告はコミュニティ及びツイッターにて行う。島ポイントとは、その島でしか使えない持ち越しができないポイント。島人口1000人以下で3000ポイント、500人以下で5000ポイント、200人以下で1万ポイントとする。動画投稿は共に同日行い、先行高校は前回の勝者に決定権がある。これは離島届、一見別の紙に見えるが離島届だ。日程、行き先、概要を記載し、お互いに提出、炊事、洗濯、家事をこなし、承認を得たら出発。それでは夫婦ガチンコバトル島旅始まります。はい、どうも雑馬です。夫婦ガチンコバトル第1回目の島旅始まりました。今回私はのこの島を訪れるため、名の浜と船上にやってきております。こちらのですね、離島届もザッツさんに提出してきました。ガチンコ勝負ということで、ザッツさんに負けたくないので、ぜひ視聴者の皆様、応援いただきますようよろしくお願いいたします。また、おすすめの島があったら行きますので、コメント欄にどしどしいただけたら嬉しいです。そこの島は福岡県福岡市西区にある島で、面積 3.95km2、一周約 9km、人口約717人の島です。人口が1000人以下の島なので、ルールとして早速島ポイント3000円分もらえるので、島内で使っていきたいと思います。こちらは海上タクシーですね。のこの島行きのフェリーは1時間に1本なので、時間外に渡りたい人にとっては便利ですね。この時はちょうど行ってしまったばかりだったのですが、私はゆっくり向かうつもりなのでフェリーに乗船します。フェリーの往復運賃は大人460円です。 IC カードも使えるようなので便利です。ちなみに名の浜発は毎時15分発が多いです。待合所構内では自販機が充実しています。軽食が売っている売店があるので、1時間の待ち時間も楽しめます。渡船場の向かいにはバス停があります。待合所もあります。博多駅行きのバスは結構複数路線があるようで、結構頻繁に来ています。西鉄バスはですね、市内バスに乗ってもネット環境の確保ができます。 Wi-Fi 完備なんですよ。この日は全国的に好天模様でして、博多湾内もだいぶ波が立っていますね。渡船場を散策していたら、あっという間に時間が過ぎてですね、のこの島行きフェリーがやってきました。ランプウェイを開きながら向かってきてますね。節減したので乗船していきます。この日はものすごい風も強かったんです。平日でしたが、若い子たち大学生くらいのグループが遊びに来ていました。いいですね。日帰りでも回れる島のようなので、土日はもっと人が多いはずです。船橋の下が船内になっています。こちらはレインボーノコというフェリーで、もう一隻のフラワーノコとは同型船ではなく違う形になっています。のこの島までは10分ちょっとのプチ船旅です。この日はだいぶ寒かったので、皆さん船内にいらっしゃってましたが、夏はデッキで外を眺めながら風に当たるのが気持ちよさそうですね。今日はこちらの前方のデッキは風が冷たそうです。一つ下の階層にもですね、座れる場所が左右側面にですね、ついています。気づいたら名の浜を出港していました。風は強いですが、のこの島が近づいてきて嬉しいです。
という間にのこの島に着きました。血源ということで血縁していきます。のこの島どんな島なんでしょうか。楽しみです。レインボーの子さんありがとうということで島を巡っていきます。待合所を抜けてのこの島観光案内所に向かいます。こちらではですね、のこの島オリジナルののこバーガーが食べられるということなんです。どんなお味なんでしょうか。のこバーガーセットの、はい、オニオンスープ、オニオンスープ、はい、コバーガーのセットスープ付きで790円です。こちらのノコバーガー、肉厚でジューシーなパティです。お野菜は新鮮で素材の味が引き立っています。スープは冷え切った体に染み渡りました。景色を見ながらあっという間に完食です。ごちそうさまでしたということで、のこの島は自転車でくるりと回れるそうなので自転車を借ります。しかしアップダウンが結構あるので電動自転車がおすすめです。自転車です。あ、そうなんですね。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。貸し自転車もですね、のこバーガーの販売カウンターのところで受付になっていました。自転車は前金預かりで1800円でした。観光案内所が商店のような役割となっていて、商品のラインナップが面白いですね。美味しそうなパンも並んでいます。はい、ありがとうございます。こちらが今回お世話になるヤマハの電動自転車です。宿泊地ののこの島アイランドパークへは島内の真ん中の道を行く方法と東側の道を行く方法とあるようで、今回は案内所の方に教わって車が少ない東側の道を使って向かいます。風がだいぶ強いですが景色は絶景です。ところどころに木の表札が立っているので道に迷わず行けます。ここからがですね、17分の道のりの地獄の上り坂となっています。ちょっと休んでいます。島内上空は航路なので飛行機がよく通るんですよ。この時点でですね、あと3分の1の道のりです。最後の力を振り絞ってなんとかのこの島アイランドパークに到着です。ちょっとですね、ハンドルがフラフラです。のこの島アイランドパークは入園料大人1200円となっていますが、こちらでの宿泊ですと宿泊代金に入園料が含まれた形となっています。夜が5時半以降閉まっちゃうんですよね。はい、あ、5時半以降、あ、わかりました。はい、なので全然中は散策できるんですけど、はい、ここで出れないんですよね。あ、わかります。大丈夫です。園内を歩いていくんですが、結構アップダウンが激しいんですよ。建物が立ち並んでいるのが見えてきました。こちらでいろいろ貸し出しているそうです。竹馬とか久しぶりに見ました。このアイスボックスも昭和を感じますね。これまたすごいですね。新旧の自販機が横並びに置かれています。こちらはオート山林でしょうか。トトロに出てくるイメージですが、本物は初めて見ました。こちらはこうちゃんというのこうどん屋さん。
今回食べなかったのですが、長崎の五島のうどんと匹敵する美味しさだそうです。ザルうどん気になります。昭和のおもちゃのオンパレードですね。いいですね、こういうところって落ち着けますよね。陶芸の体験もできるんですね。ろくろ回したことないので、時間があるときにやってみたいです。子供も簡単にできる楽焼きの絵付け体験もお隣にあります。アイランドパークの魅力の一つが四季の花々のようです。パークは昭和44年の4月に開園されたそうです。創業者の久保田さんという方が、高度成長時代に働き疲れた人が心を癒すために自然を求めると考え、一からこのパークが作られたそうです。最近のキャンプの流行りなどから考えても、この方先取りしていますよね。遊戯施設よりお花や樹木の自然公園を目指してきたパークの歴史があるので、今でも四季折々の自然が楽しめるんですね。目の前に博多湾が広がっています。海の中道も見えます。こちらがレストランで、宿泊の受付にもなっています。バーベキューを今回頼んだんですが、同様にこちらで食べられるようです。ご朝食が8時半または9時で、こちらのレストランでのお食事か、もしくはお部屋にお運びすることも可能ですが、いかがなさいますか？ご朝食メニューに卵料理と食後のお飲み物を選びいただけるので。お会計はチェックアウトの時でした。今回泊まるお部屋は海側のコスモスというお部屋です。朝食は部屋まで運んでもらうことにしました。朝食でつく卵なんですが、種類が3つありまして、スクランブルエッグや目玉焼き、ちょっと1つ忘れちゃったんですけれども、今回は半熟の目玉焼きを頼んでおきました。奈良時代にこの場所、屋良岬に唐の国から海を守るための崎森が配置されたそうです。こちらは放火台を復元したものだそうです。崎森が太宰府に煙で合図を送るために、この放火台は配置されていました。さすが古代日本の玄関口、のこの島歴史深いですね。今回宿泊するお宿、ヴィラ崎森です。こちらは海側のお部屋です。どんなお部屋になっているのか楽しみながら、ワクワクしながらドアを開けます。まず入った瞬間、あったかいんです。暖房を入れてくれていました。すごい広いお部屋ですね。階段があります。ベッドの前に広がる大きな窓から博多湾が一望できます。セミダブルベッドですかね、2台あります。階段降りてですね、ベッドの近くに行ってみます。こちらの景色、博多湾が一望できます。スリッパもですね、空気清浄機も暖房器具も置いてあります。ベッドの手元でお部屋の照明が操作できます。USB ポートが2つとコンセントが一口ありました。階段の上は大きめのソファーが置いてあります。ゆっくりできそうですね。スピーカーも置いてありました。 Bluetooth で後で携帯とつなげてみます。まず電気ケトルがありまして、煎茶とコーヒーと一つずつ置いてあります。冷蔵庫はですね、電源が事前に入っています。車
ローゼットの中には六右衛門掛けと三ズボン釣りがありました。玄関入ってすぐ横の入り口にお風呂があります。いやー、広い洗面所ですね。大きな鏡もついてます。ドライヤーですね。アルコール除菌とハンドソープ、それからですね、こちら櫛、歯ブラシ、コットンもありますね。アメニティいろいろ揃っています。一つだけ気をつけたいのはですね、寝巻きだけがないので持参しなければなりません。高い位置にあるおしゃれなシャワーとですね、広い人工大理石のお風呂、外には露天のジャグジーがあるようです。今日は寒いんですが、暖かくなったら博多湾の夜景を見ながらこちらのジャグジーに入るのもいいですね。ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーです。物干しのロープですね。こちらで衣類を乾かすことができますね。清潔感のあるウォッシュレットトイレです。置かれているソファーですがベッドにもなるようです。追加メニュー、夜食は夕方5時までに頼むそうです。ノコバーガーの予約もできるので帰りに合わせて頼むのもありです。少し離れた位置に自販機などがある予備フロントがあります。正面に山が見えますね。何山なんでしょうか。扇状で綺麗な山ですね。ちょっとですね、ベッドで横になってしばしゆっくりします。5時になりましたので夕食会場にやってまいりました。少し早めの夕食です。しかし広いですね。すごい開放感です。今のところ私しかいないようなので貸し切りでしょうか。こちらが今日のバーベキューの具材です。九州産黒毛和牛カルビなども入ってます。おにぎり付きです。早速ですね、焼いていきたいと思います。鶏串を焼きつつですね、こちらアサヒスーパードライ、いただきます。バーベキューをしながらこの眺め、最高ですね。焼きたての鶏串いただきます。めちゃめちゃ美味しい。炭火焼きってなんでこんな美味しいんでしょうか。ホタテも殻ごと焼いていきます。ほくほく湯気が出てます。だし汁がですね、じゅわっと旨味の凝縮で、これまたビールが進みます。ウインナーもいただきます。いい焼き具合。こちらは九州産黒毛和牛カルビ。こちらはですね、間違いないです。確実にお墨付きのお味です。焼きおにぎりも焼いていきます。こんがり焼けた締めの焼きおにぎりいただきます。今回最後まで貸し切り状態でした。景色を見ながらのバーベキュー最高ですね。ゆったり楽しむことができました。ごちそうさまでした。ということでお部屋に戻ります。
すいません、はい、ごちそうさまです。どうも。ちょっとですね、いい気分で歩いております。海の中道が見えますね。博多湾は夜景が綺麗なんですね。ちらりと見えるのは内航線でしょうか。お部屋に戻ってきました。スピーカーつなげてみました。ゆっくり過ごしてます。お風呂に入って温まったので自販機でお水買ってきました。雰囲気が良かったのでカメラを回しております。博多湾の夜景です。夜景を見ながらゆっくりと眠りにつこうと思います。おやすみなさい。おはよう博多湾ということで、朝からこの眺めを見ています。ベッドからのこの絶景、これはテンション上がります。レストランから朝ごはんのお弁当が届きました。焼いたサワラにオレンジ、煮物にブロッコリー、そして白身魚の南蛮漬けとポテサラと明太子、昆布の佃煮に目玉焼きです。そしてこちらのお味噌汁、ごま油の風味がします。ナッパを炒めて入れてあるようです。とっても美味しそうですね。いただきます。受付で昨日頼んだ半熟の目玉焼きです。朝ごはんのお弁当、本当に美味しくてですね、あっという間に完食です。食後のコーヒーも照らしていただいていました。名残惜しいですが、お部屋を後にしてパークを巡ろうと思います。こちら一帯広がっている緑は菜の花のようですね。もう少ししたら満開になりそうです。昨日の夜訪れた予備フロントに行ってみます。こちら自販機、ドリンク各種ですね。洗濯機はこちらに置いてあります。アイスもこちらでもらうことができます。園内には梅が咲いていました。今は時期なのでとっても綺麗に咲き誇っていました。こちらの広場の景色は絶景です。鹿の島をつなぐ道、海の中道に車が通っているのが見えます。船や飛行機が結構頻繁に通っているので、こちらで眺めているのも楽しいですね。はい、こちらチェックアウトということで1泊2食付き 17,500 円になります。バーベキュー時のビール代も一緒に精算です。こちら400円でした。外に出ると行島行きのフェリーとジェットホイールがすれ違っているのが見えました。すごい楽しくなってきたので、高いところが苦手なのですがブランコに乗ってみました。結構なスリル感です。駅にも通ったパーク内にある昭和を感じるお店、思い出屋です。入り口からたくさん気になるものが置いてあります。ブリキのロボットや昔遊んだことのある木のおもちゃなど、
ラインナップがいいですよね。子供たちへのお土産にロボットやグライダーとお菓子、1450円分買いました。古いはかりやレコード、テレビなどどこから持ってきたんでしょうね。いいですね、こういうの。バスの中になぜか大量のロリーが置いてありました。何やら輪投げがあります。ちょっと挑戦したいと思います。いきます。1投目。あー、惜しい。見ての通りですね、結局全然入らなかったので諦めました。さらに園内の散策をしていくと、ポニーがこちらを見ていました。みかんの皮が落ちていますね。好きなんでしょうか。こんにちは。人が近づいていくとウサギちゃんたちが寄ってきてめちゃめちゃ可愛いです。中に餌が売っていました。カプセルに入って1個100円です。小さいお子さんがやってきてですね、興味津々なようです。ウサギちゃん、餌を食べたら眠くなっているみたいです。目を閉じて日向ぼっこ、かわいいです。パーク入り口まで戻ってきました。入り口からほど近いところにノコノコボールというオリジナルスポーツができる場所があります。ゲートボールのようなクラブで18ホール回れるようです。18ホール2周で800円、ハーフで500円です。パークの入り口、正面を進むと玄界灘を望める場所があります。玄界灘ってとっても綺麗な青色なんですね。玄界島も望めます。こちらはパーク入り口にあるお土産屋さんです。のこの島アイランドパークが舞台の漫画があるみたいです。のこの島特産品の蜂蜜なども置いてあります。ナッツの蜂蜜漬け、美味しそうです。いやー、ゆっくり散策して楽しめました。ということで、アイランドパークを後にして電動自転車でのこの島展望台を目指します。自転車で約11分の道のりです。途中綺麗な景色が見られるのでついつい立ち止まってしまいます。なかなかの上り坂が続きまして、展望台にやってまいりました。のこの島展望台では福
高架市内と玄界灘が一望できます。ぐるり180度見渡すことができます。ペイペイドームなどもはっきり見えますね。海の中道も見えます。疲れた体も綺麗な景色にすっかり癒されました。次はですね、のこの島にある獅子垣まで行きます。展望台からは約7分の道のりです。こちらはですね、マップに載っているところと少し場所が違って、木の表札を目印にやってきました。獅子垣は江戸時代に作られたものだそうです。最盛期には島に600頭もの鹿がいたんですね。獅子垣の高さは2メートル、その前面には幅3メートルの溝があります。島の東西2キロにもわたって配置されているそうです。溝は鹿の南下を防ぐためのものだそうです。幕末にはイギリス人が鹿狩りに訪れたようです。昭和21年頃から鹿はいなくなってしまったそうですが、これだけの規模で残っているのは全国的に見ても珍しいと言われています。そろそろですね、帰りの時間が近づいてきたので、のこと船上に向かいます。すごい素敵な風景に出くわしたのでカメラを回しました。目の前の建物はのこ小中学校です。フェリーが渡船所に向かってくるのが見えますね。ピアノの音が響いていて映画のワンシーンのようでした。坂道を降りていくとのこ小中学校の校門前です。毎日あのような景色を教室から見られるんでしょうかね。羨ましいです。坂道をさらにどんどん下っていき、海沿いを走っていきます。のこと船上に到着しました。こちらの電動自転車、昨日今日とすっかりお世話になりました。ということで、のこバーガーの販売カウンターに帰ってきました。程よく喉が渇いたので、こちらでハイシーオレンジジュース頼んじゃいます。懐かしのお味、美味しくいただきました。のこの島は柑橘類も特産品なので、シーズンなのかたくさん売ってありました。こちらのフローズンヨーグルトも気になったんですが、しかし次回の島旅のため財布の紐を締めます。帰りはこちらのフェリー、フラワーのこです。シンプルなフォルムがいいですね。なかなか好きです。渡船所待合所の中にもお土産屋さんがありました。フェリーのデザインのトートバッグと T シャツ、可愛くて気になります。島発の往復切符の方が20円ほど安くなっているんですね。目の浜と同じ券売機が置いてありました。のこの島発のフェリーは5時までは毎時0分発です。時間が来たので乗船していきます。行きに買った往復チケットをここで回収です。フラワーの子はレインボーの子と違い、船橋の下の部屋はない代わりに車両積載が2倍の10台だそうです。この島の物資が運ばれてきました。なんだか可愛らしいですね。フェリーは小さいですが、1日23往復なので、このようにこまめに運ばれているんでしょうか。のこの島を出港しました。のこの島ありがとう。主婦の休日をありがとう。景色を楽しみつつ、
10分があっという間でした。節減ということで下船していきます。今回の旅はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回のこの島を訪れて、島全体が自然のテーマパークのようでゆったりと楽しむことができました。大勢でもカップルでもお一人で来ても気軽に楽しめますよ。福岡旅行の際はオプションとしてのこの島の旅もいかがでしょうか。もしこの動画がちょっとでも良いと思っていただけましたら、またザッツさんより私のことを応援するよと思ってくださった方は、チャンネル登録・高評価いただけたらとっても嬉しいです。また次の動画で